オッケー。オッケー。で、スリ、で、3回ドルフィン打って、でんぐり返りして帰ってきてくださいね。で、大体自分の足離れっていうのが、リアクションタイムっていうのが分かると思ってるけども、そこからうまく逆算するようにね。だから遅い、リアクションタイムが遅い人ほど、泳いでる人が遠くから飛んでいけるから、ね。で、リアクションがいつもより、日頃は 0.5 何歩とか 0.6 何歩とかで、早い人は割合、近場で飛んでいかないと、失格取られる可能性もあるから、ね。ほんで、横から見てて、ね、横から見てて、お、ちょっと今の際どいかなっていうぐらいで、だいたい 0.05 以内ぐらいやから。オッケー。それが 0.0、マイナス 0.04 とかやったら失格になるから、で、備えになってきたら、ちょっと目で見てもある程度、あ、失格かなっていうのがわかるから、ね。はい。あ、おはようございます。ちょっと待って。はい、ほな、ちょっとやっていきます。一人二本ね。はい、いきます。よーい。はい。あ、いろいろ順番変えて、変えて、うまいことね。いろんな人で飛んでいた方がいいからね。はい。今、浜田さんタッチついた？あ、遅いな、おい。めちゃくちゃ遅いやん。竹崎今のめっちゃ遅すぎや。飛ぶとき思い切って飛ばなあかんで。飛ぶときは思い切って飛ぶね。はい、オッケー。台の足、自分の足見ながら飛んだら勢いが出えへんから、ね。台の足見ながら飛んだら勢いが出えへんから、飛ぶときはもうしっかり前向いて、ね。オッケー、はい。ちょっと離れようか。はい、オッケー、オッケー。はい、オッケー。で、さっきと順番ちょっと変えて、また2本目。2本目順番変えてね。うまく変えていってや。あ、めっちゃ遅いな、今のは。ね。はい。はい、オッケー。ちょっと甘さ遅かったな、今の。はい、ギリ。今のともちゃんでギリやな。ええ感じで。0.0 何歩とかね、出ると思うんで、今ので。はい。はい。今のもええ感じやね。はい。今ので 0.3 何歩とか 0.4 ぐらいかな。おー、ええね。今のよかった。あと一本やりたい人ちょっと並んどいて。あと一本やりたい人は並んどいて。はい、オッケーオッケー。何はい、オッケー。はい。ちょっと遅かったな、今の。
はい、今のはちょっと遅いかな。はい、際どいぐらいかな今のね。ちょっとひょっとしたらっていう感じ。はい、オッケー。はい、オッケー。